トゥトゥトゥルトゥラララララ優しくて明るい面白い男の子ミロックでーす。ショックハロロー、ゆひろー、はい、どうもこんばんは、YouTuber、ヒロックでーす。元気ドラはい、今回はね、僕、元気を持っております。ちょっとね、豆乳シリーズをね、ちょっと、デビューしようかなと思いましてね。まあ、結構豆乳はね、まあいろいろ種類あるんですけど、今回はね、豆乳系のレビュー、まさかね、もう、クソおもろいものをね、見つけてきました。これはまあ、一度もデビューしたことない。一度もデビューしたことない。つね。こちら。豆乳、ギネクー沖縄キュルザと使用豆乳きなこです。僕もねこれはまあまあ飲んだことないんですけど豆乳きなこね、僕ね初耳。もう豆乳ですね。要は豆乳のなんかきなこバージョンみたいな、きなこを仕立てるきなこ仕立てみたいな、だから、ようわけわからんような、だから飲み物ですね。コンビニに売ってありました。まあ僕はね、意外と豆乳はね、結構あまり好きではないんですけど、やっぱり、豆乳きなこと言えば、こういうね、まあ豆乳きなこなんですけど、まあ、しかもね、沖縄黒砂糖使用。飲んでいきたいと思いにー。意外となんか美味しそうに見えるんですけど、まあ、僕もこれ見つけて買ってきたんですけど、まあきな粉ですからね、まあ、逆にケーキとかコーラだったらもう地獄やで。ちょっとまず匂いから嗅いでみます。とはははうわ、きなこ、きなこ、完全にきなこやん、これ。なぜ、痛いだ。アメメーチ。たんですけど、結構ね、もう最高。もうちょっと飲んでみたんですけど、結構ね、豆乳ときな粉、豆乳、きな粉をね、なんか2つに混ぜ合わさった、ような、食感なんですよ。まあ結構飲んでみたら美味しいんですけど、やっぱり後から豆乳が来るね。最初にきな粉が来て後から豆乳が来る。最初に豆乳が来て後からきな粉が来る。最初の豆乳が来て、もう燃えわ、どれもええ燃えわ。何回も繰り返さんでええわ。疲れるわ。トゥレ。豆乳きな粉、ね、ぜひ皆さんもね、飲んでみてください。沖縄黒砂糖使用、沖縄県産の黒砂糖使用しております。まあ、パッケージなんですけど、他にもね、いろんな種類があったんですよ。まあ、やっぱり、まあ、豆乳ですからね。豆乳じゃらにー鼻からー、ドゥダーん
皆さんも買ってみてもらったい。一緒におトイレ行こうじゃないか。グレー。ワンワンヒロ、バックイー。